もう一人の天才、19歳の鈴木啓司、ドーンとジャンプして今深々と礼をして試合場に歩を進めました。さあ100キロ級の決勝戦が始まりました。動きが立ち上がりから激しい。右に組みたい井上、左組みの鈴木です。内股鈴木、鈴木は挑戦者、積極的に動いていきます。さあ井上の内股はどうか、足をかけた、よろけた井上、という上村さんのうなり声が聞こえました。これなんですよね、はい、内股をね、井上康生が行くと鈴木は残してあれを小外で切り返すんです。さあ寝技に引き込む、寝技か、決勝は寝技で決めるか井上。19歳鈴木、こらえる、こらえる、どうだ、抑え込みですね。鈴木の左の肩を抑えたか、決めたか、入ってますよ、ね、どうでしょう。あーっと足を挟まれた、足を絡められましたが抑え込み、抑え込みです。この2人の戦いで、はい、こんなはっきり勝負がつくのは初めてじゃないですか、過去2度の対戦で井上康生が勝てなかった相手、一敗一分けという宿敵のこの鈴木啓司を、これでもう白黒はっきりとつけたという感じがしますね。もうさすがね、世界チャンピオンだってやっぱり自信を持ってきてますよね、はい、一本勝ち、1回戦そして準決勝決勝、井上康生執念の一本勝ち。あ、お父さんの明さん本当にほっとした表情。そうですね、さああとはシドニーで、そうです、シドニーで金メダルを持ってくるだけ。ついに念願の日本一のタイトルを手にしました井上康生。